あの通り、とても見識ばったお上品ずくめで、腰つきから目遣い、足取りまでも神つかたのお上老そっくりでございます。すなわち彼女の家筋が、ご維新前までは京都の鍋取り公家、貧乏家族のなり損ねであったことを、彼女はその精神異常によって証明いたしておりますので、本籍の名前も町人らしくない清河原という名字でございます。つまり彼女は発病いたしませぬ前までは、周りの風俗にかぶれて町屋の娘らしく振る舞っていたでございましょうが、一旦精神に異常を呈してしまいますと、最近一、二代の間にできた町屋風の習性をけろりと忘れて、先祖代々の道場型の気風をそのままに表しているのでございます。はい、ご質問ですか。さあどうぞ。なるほど、いかにもごもっとも、千番よくわかりました。